ちょっと無駄だったかな。どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画を見てる人の中には、例えば月末になったで、あれないんだけどとか、僕も会社員の時にその友達周りの人で、お給料日になると飲みに行こうぜパーって言ってのはなんか羽振りがいいんですけど、なんか月末になってくるとランチ代がなんかそのクオリティがめっちゃ下がるみたいな、なんかマックのハンバーグ1個だけっていう人もいましたし、そこまでじゃないにしても月末になるとなんかこうピンチなんですよねっていう人いると思います。で、僕も起業して一人でビジネスやってる時っていうのは、なんか知らない間に貯金だったり資産だったりが減っていってるなっていう状況がありました。そうで、今気づいたら、あれ今月赤字じゃんとか言って、そんな月もありました。でも今から今回シェアする、あることをやったらですね、それがちゃんとこう管理できるようになってきて、その黒字で、もちろんそのなんか波があるんで赤字の時もありましたけども、よし今月はしっかり黒字出したぞっていうのがちゃんとこう目に見えて分かるようになってきましたので、なので今回僕がその金銭面でピンチだった時から、それを抜け出したそのポイントというか、その時に取り入れたことっていうのを今回この動画でシェアしていこうと思います。で、何をしたんですかっていう話なんですけど、それは結構シンプルで、その日に出て行ったお金とその日に入ってきたお金を毎日数えて、今手元にいくらあるのかなっていうのをできるだけ毎日把握していったっていうことです。例えばお財布に入っているお金を使いました、でレシートもらってきましたってなったら、そのレシートをこの現金出納帳にこうまとめて、でそれで今日は現金としてはいくら使ったのかなっていうのを日々チェックをしました。で、あとカードだったり電子マネーで決済した時っていうのは、アプリでその僕マネーフォワード使ってるんですけど、そこで管理データを引っ張ってきていくら使ったっていうのを管理しました。あと銀行でなんかお金を送受信した場合に、その履歴もマネーフォワードで取り込んで、今日はいくら入ってきたな、いくら使ったなっていうのを把握しました。っていうすごいシンプルなことをやってたわけなんですけども、僕はこれをかれこれ2年以上続けています。そしたらですね、自分の出費の無駄に気づけるようになったんです。例えば僕はこの毎日そのお金の出入りを管理するっていうことをやる前っていうのは、その時はもうすでにミニマリズムなライフスタイルを送っていたので、物欲という物欲はあったっちゃありましたね、ありましたね。普通に貯金も貯まっていいんじゃないかなっていうふうにも思っていたんですけど、でもやっぱり毎日こう計算していくと、あれちょっとずつちょっとずつなんか赤字になってるのみたいな、そういう時あったんです。で、これを管理したらですね、僕すごい食費に使ってたんですよね。めっちゃ食べてんなみたいな。特にこう外食と、あとコンビニでお菓子を買うっていう、なんか数万、10万円近く使ってたっていう月があったんですよ。それは出てくよね、お金みたいな。そういう感じです。で、あとはその時住んでいた部屋がそれなりの値段だったので、毎月出ていくコストとしては結構痛い出費でしたね。初めはなんかそのエクセル入力している時に、あ、無駄だな、これ無駄だったな、失敗したなっていう感じでその後悔をしてただけなんですけど、それが徐々にその買い物をしている時に、いや、これは必要か無駄かどうかみたいなのがなんかこう分かるようになってきたんです。で、あ、これはちょっと自分にとっては必要ないから買うのやめようとか。で、そしたら徐々にその無駄な出費っていうのが自然に抑えられてきて、赤字だったものが徐々に黒字になっていったっていう、そういう経験がありました。で、今の話を聞いて、いや、ショッピンさん、そんな毎日ケチケチしたことやってるのもちょっとダサいですよっていうふうに思うかもしれません。で、僕も初めはそうかなって思ったりとか、そんな気にしないぐらい稼げばいいじゃないかっていうふうに思っていたんですけど、なんかよく例え話でこうバケツがあって、そのバケツに水を注ぐわけなんですけど、そこのバケツの底に下がに穴が開いてたら、もうその水はどん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 出ていきますよね、全然水はたまんないですよねっていうのと同じで、お金もその出口の部分をしっかり塞いでいけばお金はたまる。で、出口があればやっぱそこからどん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 お金は出ていくっていうのが僕も身をもって体験したわけなので、今回こんな感じでシェアさせてもらいました。とは言っても僕もまだまだ無駄だったなって思う出費はあります。例えば直近で言ったらスーツケースですね、僕がそれまで使っていたスーツケース、今はもうないんですけど、僕が前使っていたスーツケースは35リットル
ていう中途半端な小ささだったんです。機内持ち込めないし、でもめっちゃちっちゃいしみたいな感じだったんで、じゃあもうちょっとブラッシュアップしようということで、まあそのスーツケースを売って新しいやつを探し始めたんです。で、僕が欲しいモデルが廃盤になっていたので探していて、でそのモデルを扱っている人を紹介してもらって安く譲ってもらったんです。でその時に80何リットルですって聞いてたんで、まあまあでかいけどまあいっかっていうことで、そのモデル欲しかったんでこう送ってもらったんです。買って安く譲って、そしたら100リットル相当ぐらいあったんですよ。まあ、めちゃくちゃでかくて、いやこれ今の時代誰が使うのみたいなって感じで、あ失敗したなと思って、まあ、結局それはヤフオクで処分することになるんですけども、特に食費ですね、やっぱりお菓子は食べたいです。お菓子大好きです。なのでついついその家で作業するために近くのスーパー行ってこうなんかお菓子買ってきてで食べながらやるのが最高に幸せなんで、まあ、やっちゃうんですけど、で僕が教えてもらったのが最初の90日とりあえずやってみてくださいっていう風に教えてもらったんで、まあ最初の90日やってたんです。90日やったらやっぱ溜まったんですよね、お金が残ったんですよ。なのであいいなと思って、まあそれから僕は習慣化しているわけなんです。そうなので、まあ この動画を見てる人で出費の無駄を断捨離したいですってなった場合は、まあ今回、まあ、これをなんか毎日管理するってことを90日、まあ、とりあえずやってみたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。もっと他にもいろいろあると思うんで、僕もいろいろこう試しながら、もしいいなと思ったものがあったらシェアさせてもらいます。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。